3番札所金銭寺を後にして、4番札所第日寺を目指します。第日寺まで約5km、途中の振袖地蔵までは約2km です。金銭寺の前の道をまっすぐ進みます。板野町の街中を歩くことになります。舗装された道で左右の住宅の間を抜ける道です。すると最初の四つ角。ここには白地に赤く、お遍路道は右と示されています。ここからは道なりまっすぐ歩みます。ここでお遍路道の豆知識です。前の作品にも取り上げましたが、右衛門三郎伝説の続きです。現在のお遍路装束の起源は、右衛門三郎が弘法大師にお会いするために出発した時のいでたちです。前回でご紹介した右衛門三郎再来の小石を握っていた男の子は、河野安方と名付けられ、後に河野一族の主となり、伊予の国の領主となりました。安方は民に慈悲深く良い政治をして、偉大な功績を残したということです。なるほど、右衛門三郎は生まれ変わり、自身の財業を償ったということですね。右衛門三郎伝説をお話ししていると、左手に食事処花垣がありました。昼食を取り損ねていた私はここで食事をしました。おばさんにみかんのおもてなしをいただいて、お腹も満腹、心も満腹となり出発しました。前方に三叉路、ここには分かりやすい案内板がありました。しばらくは街中を歩くお遍路道です。お遍路道にはこのような町の人々に祀られている地蔵尊を多く見ることができます。生活の一部です。しばらく進むと、左手に休憩施設が用意されていました。その前に真新しい石の道しるべ、お遍路する人への心遣いがひしひしと伝わってきました。お遍路道を歩いて発見したことが一つ。ここにはあちらこちらにたくさんの美容室があるということです。四国の女性は身だしなみに心配りされているということですね。さらに進んでいくと、前方に踏切が見えてきました。西に向かっていた JR 高徳線がここから北に向かっています。踏切の右に大きな石碑、
何でしょう。近づいてみると群島駅跡を示すものでした。この古代の駅群島は、右へ大阪峠を越えて讃岐へと向かう道と、南へ阿波国府に行く道との分岐点に設けられたと言われています。ちょうど金銭寺を建った義経軍はこの駅を通り、当時難所であった大阪峠に向かったと伝えられています。この風景は義経と弁慶も見た風景と変わってはいないのだろうか。義経と弁慶は武者震いをして進んだのでしょう。思いを巡らせました。道は依然として板の町内を歩くことになります。ここでお遍路道の豆知識、右衛門三郎伝説の続きです。時は明治となり、初代総理大臣伊藤博文が安養寺後の石手寺にお参りし、右衛門三郎の玉の石を拝観した時、随行の秘書官が伝説を不合理としたのを聞いて、未熟者にはわからんとたしなめたということです。この伝説は私たちの祖先が右衛門三郎によって日々の生活に希望を持ち、苦難の時にも力づけられ、大きな心の支えとなったという紛れもない事実だということです。そしてそれは現在も受け継がれています。しばらく進んでいくと、右側に大きなクスノキが現れます。丘の上神社で穀物の神様を祀っています。さらに進むと、信号機のある大きな交差点に出ます。県道1号徳島引田線です。ここもまっすぐ進みます。太陽が西に傾いてきました。しばらく進むと、前方右に今回のゴール振袖地蔵です。今から400年前のこと、万歳城の城主赤沢信濃守が戦いに敗れ、娘の佳代姫がこの辺りで殺されました。村人は振袖も着ることなく亡くなった佳代姫を哀れに思い、振袖姿の地蔵尊を作り祀ったと言われています。今では子供を守るお地蔵さんとして親しまれています。次回は第二次へ向かい、田畑の中の地蔵様までの遍路道を紹介します。